こんにちは、まさに64K4です。今回は自殺未遂をしてから4ヶ月経って分かったことについてお話ししていきたいかなと思います。はい、ということで、一度自殺未遂、本気で死のうと思って、それで、未遂に終わったんですけど、その日付が、ついさっき調べたら7月3日だったんですね。なので、10月31日なんで、まだ4ヶ月経ってないけど、だいたい4ヶ月経ったんだなーって思って、もう4ヶ月経ったんだっていう感じはちょっとありますね、個人的に。すげえ落ちた時で4ヶ月前だったんだって感じて、結構経つの早いなって思うと同時に、そんな経ってないかなってよくわからない感じがありますね。で、結局4ヶ月経って自殺しようと思った理由とか、そういった出来事が解決してるのかっていうと、別に解決してないんですよね。ただ、その解決するか解決しないかのその出来事を動かそうとすると、どっちかに転ぶわけで、悪い方向に転んだとしたら、もしかしたらっていうか、多分2回目行くような気がして、だからその出来事については、蓋をしているっていうか、ちょっと距離を置いている状況です。なので、ある意味それが精神安定剤というか、ちょっとその出来事については触れないように、ちょっと忘れてないけれど、自分の周りというか目の前には置かないように、そんなような位置に置いている状況ですね。なので、まっさらになったわけでもなく、そこからまた落ちたわけでもなくっていう、そういった平行線な、ある意味安定なのかもしれないけど、そういった状況が続いています。なんだろうね。時たまに死に場所を探しているとか、そういったことを話したり、山に登ったりとか、すごい速度で登ったりとか、いろいろしてるんですけど、ある意味ちょっといろんな意味で苦しい出来事とか、そういったのを、疲れてる時って、考えられない状況まで追い込めば、すっきりする状態になれるのでっていうのも、多少はあるんじゃないかなっていうのは思ってるんですけど、好きだから登ってるっていうのもあるんですけど、いろいろ目標あったりするんで、それもあるんですけど、もう一つ要因としてあるとしたら、考えないようにすっきりするためっていうのと、あとある意味死に場所を探している。難しい山に行って、で挑戦して、でもしその山で、死んだとしても、好きなことして死んだからいいやみたいな感覚なんだと思います。ただ危ないと思ったら、いろいろ回避する手段取るけどね。そういったことも考えつつっていうところですね。そんなのがまあ4ヶ月経ったんだなっていうのがすごい思いました。まあちょっと怖いっていうのもありますね。触れると、まあ多分またブレちゃったりするんで、おそらくまあ気持ちというか、ちょっとまあ怖いのかな、っていうのを時たまにまあ動画ですが少しはまあ発散ではないけど漏らしてもいい場所っていうのがちょっと必要だなと思いつつ、そういったことを残しておこうかなっていうのもありつつっていう感じですね。まああんまり動画としての話に入れるとまとまってないですけど、まあ逆にリアルですよね。まあそんな感じで、まあ本音を漏らすスペースがまああって、まあある意味そこも精神安定剤なのかなっていうのはちょっと思いますね。まあ精神安定剤って言ってるけど、普通にそういった薬は飲んでないんで、飲んでるのは市販薬のパブロンぐらいなので、まあ健康体って言ったら健康体なんですけど、まあそんな感じで過ごしております。まあ、結構自殺関係とか、まあ動画上げたりとか、まあ、自身の動画とか上げたりしてるんですけど、本当に私も自殺したいんですとか、まあ、そういった相談というかそういった話を連絡してくださる人もいらっしゃって、まあ、そういうことを連絡してくださる方には、まあ、いろいろ話を聞いてあげてまあ少しでも気持ちが和らげられるそういった状況に持ってってまあ、食い止めてるっていうちょっと偉そうなことは言えないんですけど、自分自身がちゃんとできてないのに周りを止めようとしてんじゃねえよっていうのはあれなんですけど、なるべくね逆にちょっと集まってくるんで、うまく、まあ、いい方向に行ってもらえればなと思い相談に乗ってたりするんですけど、まあそれもある意味精神安定剤なのかなと思いますけど、まあそんな感じで過ごしております。まあ、まだその出来事については解決はされてないので、まあ、引き続き、まあ、今後はないとは全く言い切れないので、まあ、そんな、まあ、本音みたいなものを残しておこうかなと思い動画を上げてみました。はい。ということで今回は自殺未遂をしてから4ヶ月経って思うことについてお話ししてきました。それでは。ご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。